どうも入植者の皆さん、今回は前回購入した凶暴の波動、これ使って軽く襲撃する、あわよくばコンポーネントとかあればいいな。あとは資源を良くするモッド、それのお手並み拝見みたいな感じ、というか今さら気づいたんだけど、入植者の適正温度は6度から29度らしい。なお現実の日本の気温、実は地球より暮らしやすいって説、テレビとかもあるしなこの世界。入植者2人とグール1人、正直凶暴の波動だけでこと足りるはず、だから少なめ。残党だけ枯れるように、ロボとかそういうのは使わない都合、ほぼバニラ襲撃になるだろうなこれ。前は失敗してたしセーフ、というか結局こっちから攻めるなら、どうあがいても凶暴の波動最強じゃない？まあこれに勝るものはなさそうだよな。ロボいても犠牲ゼロはきついだろうし、グール渋滞いれば別だけど、そういう襲撃イベントかな？ってことで最寄りの敵拠点に到着。近くに敵の拠点3つもあるからな。仲間だと勘違いしてた敵の拠点ね。おかげで先進コンポーネント入手難度高い。レイからやり直した方が早いかな。いろんな致命的ミスありますもんね。とりあえずこもれる建物だけ作って、そこで凶暴の波動使えば OK。動物はドア開けられないしな。猫とか犬がドア開ける動画たまにあるよね。それで心情殺人鬼だったらエグい。飼ってた猫かっこ心情殺人鬼。この辺の木伐採して拠点建築。木材持ってくればよかったと後悔。どう考えても回収分手間。適当に1、2日こもれれば OK。 ただ家建てるのグダグダしたせいで、唐突に敵が起き出して襲ってきた。全員急に目覚ましたな。夢の中で会話してた。5時になったら全員で起きて襲うぞ的な。通常の襲撃になるって言ったけど、相手が能力者っぽいからそうでもないかも。夢の中でお互いに会話する能力、全員が鈴木雅之な可能性あるよね。夢でもし会えたら、鈴木雅之ってそういう能力者だったのか。時間を戻して到着直後の場面、なんだけど、速攻攻撃しに来ちゃったわ。来るまでの時間はランダムっぽいな。こっちも無限にロードして反撃する。最も最強の能力だよなこれが。凶暴の波動も迫撃砲も弱い。ロードが結局最強武器、というか可能なのかは知らないんだけど、有毒廃棄物も持ってくればよかった。敵制圧してから投棄すればよかったな。もしくは大量に投棄して逃げるか。さすがにというか絶対逃がしてくれなさそう。グリズリーとかメガスロスとか見える。凶暴の波動使えばマジで強そう。野生スランボいれば完璧だった。そしたら今度こそやっと、準備完了。建物入って凶暴の波動起動して、あとは何日か家から出なければ OK。 ウプ主の家の付近は凶暴の波動の影響を受けてるらしい。だから何週間も外出ないのか。動物園とかに凶暴の波動持ってこうかな。動物アベンジャーズ結成される。そしたら凶暴の波動起動。そして、入植者たちはベッドで寝ててくれ。寝て起きた頃には全員死んでるはずだぜ。こんなキモい音だったっけこれ。だがこれで動物が敵に向かっていくし、コロニー構造上動物の襲撃を遮るものが一切ないな。そういえば前回の血の雨の話、罠付近にドア置けば防げたっぽい。動物だけ入れなくする感じか。まああとはこの戦闘を眺めてるだけ。メガスロスにグリズリー南から参戦。唯一タレットのなさそうな南から。全てを理解してる野生生物。敵にブギーマンって名前のやつ、もしかして博士ルオムツかな。ムーミーマンなんだよな。というかあらゆる人種のいるコロニーね。狼人間とか豚人間を人種っていうのかはさておいて、人なのか微妙なラインだからな。いろんな場所からさらいまくった説はあるけど、うちのコロニーと同じだな。さらってもどうせグール化だからバレない。 A さんなんて人はいませんよ。同じ名前のグールはいますけど。ってことで安全地帯から眺め続けて、敵のほとんどが死んで逃亡開始した。マジでほんと、凶暴の波動最強だな。思ったんだけど血の雨もさ、拠点ちゃんと囲えばこういう使い方できる説。準備してくる襲撃とか迫撃砲、拠点作ってくる襲撃とかあったし、そういうのには確かに刺さるかもな。どうせまた今後来る可能性あるし対応しないとね。まああの雨、スランボ来なければいけたのと、あまりにも画面が見づらい問題ね。正直それが一番きつかったな。それで敵が全員ここから出てったけど、全動物が出待ちしに来たわ。絶対に殺すって強い意志を感じる。完全に包囲されてるんだけど、まあ時間経過で凶暴の波動切れる。それまではこのまま屋内待機だな。ってことでほとんどのやつが効果切れた。あとはアルパカが1匹だけ。昔アルパカの CM あったよな。ミラバ欠損。アルパカの毛皮は優秀。寒さ耐性がかなり高い。これ、現実の知識。リムワールドでどうかは知らない。何年も愛用してるポンチョがアルパカ製だった。マッパロー製もそのうち出てくるかも。そもそもマッパローって何なんだ。アノマリーでいろんな化け物見てきたけど、結局マッパローが一番化け物みたいな見た目。一番生物として意味不明感ある。ドアだけ開けて中確認して帰る。今更だけど、発電機とかその他もろもろ、全部壊してから帰ればよかった。徹底的に破壊するってことか？復帰すらできないレベルで潰しきる。じゃなくて、発電機
とか壊せばコンポーネント出るかなって、使わなくなったものをリサイクル、使えなくさせたの間違いだろ。私が使った方が有意義だしセーフ、ただまあ思ってたより物資少ないかな。そもそもそんな超大規模基地じゃなかった。そう考えるとこんなもんって気もするぜ。次はもっと大規模なとこ行きたい。ゼリーに迫撃砲とかぐらいかな。虫から手に入るイノセントゼリー、入植者的には美味しいらしいが、こんなんよく口に入れるわねって感じ。口にするにはちょっとキモすぎるよな。タレットがまだ一個だけ残ってる。そのせいで平和じゃない判定になってる。完全制圧しないと帰れないからな。それだけ壊してパパッと帰るか。そのためのグール、パパッと壊す。怪我直さなくていいのがマジで楽だよな。タレットに撃たれキリトに撃たれ、挙句タレットの爆破に巻き込まれる。回復するからって何してもいいわけではないんだよな。そんなグール君も一個弱点というか、私がやらかしたというかなんだけど、いつもやらかしてんなこいつ。グールの帰り分の食料がない。生肉さえあればいけるだろ。そう、そうなんだけど、雪に持ってきた生肉、まあ当然全部腐るよねって話。確かにそれは考えてなかったな。向こうで敵の人間でもなんでもいいから、食肉加工してくればよかったと後悔。出発しちゃったしもう遅いな。まあ帰りまでは持ちそうだけど、出発前に人間も食べさせてきたし、半分ぐらいまで来て食料半分以下か。あ、待ってそれはラッキーかも。ようこそおいでくださいました。いいセリフだ。感動的だな。敵が待ち伏せしてくれてた。突撃お前が晩御飯。こんなとこで待ち伏せする方が悪い。ドズロブ君、ありがとう。君のおかげで食料問題が解決するよ。それと、めっちゃ読みづらい名前だね君。濁点が多すぎる。やばい、食材が反撃してきた。食材に調理されそうですね。というか一体、何で攻撃してきた？すっごいキモい音鳴ってたし、弓だけだと思ったから油断してたな。まあこれで無事制圧。大丈夫、全部は食べない。ちょっとだけ。ちょっとだけね。これで今度こそ帰ってくるだけなんだけど、暇だしちょっと気になるし、サイキック儀式、やってみたい。バイオフェライトを供物に捧げて、いろんな効果の儀式をできるやつだな。ただ実行者が昏睡状態になるっぽい。それがあるからやってなかったんだけど、今なら人数多い。一人ぐらい平気。1、2週間ぐらい動けなくてもなんとかなる。なお1ヶ月ほど昏睡する模様。想像以上だったわ。というかこれターゲットって実行者のことじゃないかな。今やってるのが人間をさらってくる儀式。さらったやつを昏睡させるっぽいな。ちょっとよくわからないが素直な感想。マリサが言ってたみたいにさらった対象が昏睡する感じにょんね。ただ品質によっては失敗とかもある。やるなら彫刻とかビーコンは必須かな。ちょっと今度おいおい調べてやろうか。って言ってやる確率は何パーセントだ。限りなく例に近いとだけ。ってことで襲撃組が無事に生還。次襲撃する時の反省点としては、倒した敵を食肉加工するだな。そうすれば帰りの食料も完璧。まあ今言ったとこは小規模だったけど、大規模なとこ行ければもっといろいろ手に入るはず。凶暴の波動もう一個ゲットしたらだな。そしたら今回はこの辺で終わる。次回は襲撃と同じぐらいやりたかった。とゲート制圧を目指す。そろそろ敵出てくるのうざかったしな。次回、地下のボスに遭遇かい。なお戦うとは言っていない。それではご視聴ありがとうございました。